はい、どうも、イバロです。よろしくお願いいたします。昨日、タッグボルトをね、35パック分開封したんですけど、僕の開封結果、他の動画投稿者の開封結果に比べてしょぼすぎないか。悲しくなったんですけど、なんか100点満点中30点ぐらいの開封内容でしたよね、僕の。まあ、気になる人は昨日の動画を見てもらえればなと思います。で、昨日開封したやつと別にこのポケモンセンター限定セットのこれに2箱入ってるんですけど、まあ、その分余ってるんで今日はそれを開封してね、食いつないでいこうかなと思います。おいおいということでね、2箱分全部60パックあるんで、怒涛の男の連撃開封していこうと思います。まあ、これ開封内容次第では普通に引退あるからな。効率のいい開封方法をね、他の方の動画を見て覚えたんでね、あの先にハサミでね、ここだけ切っておきました。で、まあ、前回ね、まあ、カードとかについては話しながら開封したんで、まあ、今回はサクサクサクと、まあ、見ていこうかなと思います。まあ、3パックずつぐらい一気に多分いっていいはず。で、なんかコメントで言われたんですよね、タッグボルトってあの初代ポケモンのカードがね多いじゃないですか。だからお前前やってた壁紙をポケモン151匹のポケモンカードで埋める企画、これできるから復活させろみたいな。あ、リザードンいいっすね。まあ、自然とエネルギー加速ができてパワーもあるリザードンで、まあ、昨日も僕このリザードンのデック組みたいって言ってたんでね、出てくれたのは嬉しいです。デブミニリュウで今151匹のポケモンカードの壁紙の企画復活させろみたいなね、まあ、そういうコメントがあったんですけど、あ、確かにこれいけそうだなと思って、なんか僕も乗り気だったんですよ。で、まあ、タッグボルトの収録カードと僕が今まで持ってた初代のポケモンカードを見合わせてたところ、あの図鑑ナンバー1で積みましたね。不思議だねがこのタッグボルトに収録されてないんですよ。あ、ドラゴンスコール、ドラゴンスコール、これは実質テデフ、立てれればテデフより強いっていう、あのタッグボルトに不思議種が収録してない上に、前回開けたあの20周年のあのカードのやつにもね、不思議種収録してなくて、僕不思議種持ってないんですよ。ダーホエル王を愛し、ホエル王に愛された男、3枚目なんだけどホエル王40パックぐらいでコイキング&ホエル王3枚出てるんだけど、やばすぎでしょこれ。前回たっぷり説明したんで特に説明は必要ないですかね。はい、シオンタウンなので、あの151匹壁紙のコーナーはちょっともうちょっとね時間がかかるということで、てかこれあれだわ、僕ゼクロムめちゃくちゃ好きなんですよ。あの世界に100枚しかないゼクロムハイパーレア争奪戦の思い出もありまして、まあ、ゼクロムかなり好きなんで出てほしいんですけど、まあ、マジで今日の60パックで1枚も出なかったら巡り会えなかったということで、マジ引退もリアルに視野だからな。てかコイキング見てなかったんですけど、こいつ結構強いな。あれか、技で進化できるのか、そのままギャラドスに。ほーんって感じ。出てくれよゼクロム。あー、オッケーオッケーオッケー、初めて出たゲンガー&ミミッキュ、昨日出なかったからな1枚も。ゲンガー&ミミッキュ僕いいなと思ってたところが、あのタッグチーム GX の中だと一番技を打つために必要なエネルギーの数が少ないんですよね。2エネで、なんか他の GX って相手にダメージを与える技を使うとき最低3エネ、タッグチームは最低3エネいる中でこいつだけ2エネで動けるんで、軽いエネルギーで攻撃できるなと思ってたんですけど、あとホラーハウス GX っていう技が、この技を使った次の相手の番、相手は手札からカードを出して使えないっていう、サポートも使えないしポケモンの進化とかエネルギーも貼ったりとかもできなくなるんですけど、これなんか簡単に言うとあれらしいですね、あの先行と後行をひっくり返す GX 技らしくて、後手1ターン目とかで使うとじゃんけんの結果がひっくり返るっつってた誰かが。まあ、でもイラストもね可愛らしいんで、僕こいつ出たら使おうと思ってたんで、はい、ぜひね活躍させてあげたいなと思います。ゴローン、コダック、ペルペル、オムナイト、キノコ、カメ、キノコ、あ、リザードン2枚目、あ、今日リザードンめちゃくちゃ出るな、いい感じいい感じ。そんなパックで買うぐらいならシングルで買ったらみたいな意見もあると思うんですけど、やっぱ巡り合わせって大事ですからね。そういうなんか一目惚れっていうか、そのそういう運命的な出会いをね、このカードでも僕は大切にしていきたいなと思います。あ、グッズをロックできる、オムスター、ガッツタケシ、ガッツオブタケシ、ポニータ石、クラゲ、ピジョン、ムキムキパッティング、ギロチンカイロス。いや、定期的に使っていく、定期的に付き合っていく中でなんか芽生える愛情もあれば、あ、やった
あ、ちょっと猿はもういいや、猿は良くて、あ、こいつ昨日35パックあげてこいつ1枚も出なかったからな、このエリカのおもてなしマジで。相手の場のポケモンの数分自分の山札を引くっていう、なんか自分の手札とかをハンドに残したい時に使えるなんか優秀なサポートらしいですね。なんかまだわかんないけど、なんか今後の環境次第とかでは普通にメインのドローサポートとかになりうる可能性もありうるとかないとか、ちょっと巡り合わせをね大切にしていきたいっていうお話ですよ。紐バリアード公式イラストベトベタエビちゃんホイキング笛なし、笛なんかめちゃくちゃ出るな昨日から。そうだけど、で白竜ビードルハイペーボールケンタロス、いやでももしかしたらさっき不思議だねいないっつったけど探したらいるかもしれないな。なんかそろそろなんか僕も今までね逃げ続けてきた事象からなんかそういう一つずつ消化していって、何もちょっと借金がない企画とかに関する借金がない状態にしておきたい。あ、このフィールドブルーは僕かっこよかったんでね、欲しかったですね。これはこれどっちなの、空気吸ってるのか、フィールドブルーって何なのこれ、掃除機なのかな、これ空気出してんのか吸ってんのか分かんないですけど、これもなんか前々から話題になってたあれで、まあ、ハチマキ、エスケープボード、フライパンとかが吹き飛ばされてる、これは弱点保険ですね、が吹き飛ばされてるうんぬんかんぬんということで、ちょっとイラストの遊び感がある。ピジョッティング、そういえばなんかお前のカード開封動画唯一欠点があるんだけどカードの反射どうにかしてくれって言ってけど言われるんですけどちょっとすまんあのなるべく明るい状態で皆さんにお届けした方がいいと思ってるんで、あの電気の下でカード開封動画撮ってるんですよ。なんかちょっと興奮しすぎて手がブレて、光の反射にはね気をつけてる、出てこない気をつけてるつもりなんですけど、ちょっと見落としてしまう部分があるということで、タッグチーム GX2 枚しか出てないからあと1枚出るはずなんだよな。 あと2枚か。で SR 以上のカードもねまだ出てないので、ちょっと早く何が出るかなとお楽しみというところではありますけど、シロナ、なんかシロナもねなんか最近ついに50円ぐらいで売り始める店が現れてきたとかうんぬんかんぬんとかで、あとねあれなんですよね、ポケモンセンター行って思ったのが、あのポケモンセンターに基本エネルギーの10枚セットかなとかが売ってあって、あの今までなんかその基本エネルギーも手に入らないみたいな人が多かった印象なんですけど、なんかそういう感じでより始めやすくしてくれるのはいいですね。基本エネルギーも買えるようになってるんで、まあでも多分近くにポケセンない人もいっぱいいると思うんですけど、ポケモンセンターの話すると、いや俺ポケモンセンター近くにいないから話すのやめてくれないかというかいう謎の田舎民からの勢力による批判を受けるんですけど、ちょっとそれは僕にはどうしようもないというか。あーラティラティね、ラティラティね、はい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 、プテラ、タッグチームの中だとでもラティラティってなんか一番かどうかわかんないですけどかなり評価低い方らしいですね。240点ってなんかどう見ても破格のパワーが出せるんですけど、ウルトラネクロズマっていうカードがあって、そいつもあの4エネで、あ、鋼ね、超ってついてたら260点出るのかな。うん、でウルトラネクロズマの方が比較的パワー出せるし天井もないから絶対こっちの方が強いみたいな。ラティラティはウルネクの劣化みたいなのをちょっと見たんですけど、まあでもラティラティはなんかイラストワードだけで戦っていけそうな感じはあるよね。サナギ、石、クラゲ、焼き鳥、ナメクジ、猫、馬、あ、マサキの解析ね、はいついカードを読み始めるだけになってしまった。ポケモンカード僕ねあんまりじっくり見てなかったんですけど、これ右下にポケモン図鑑書いてあるんですね。尻尾の炎は人影の全力じゃなかった、生命力の証、元気だと盛んに燃え盛る。これ多分あれだよね、ポケモン図鑑今ウルトラサンウルトラムーンかあっちどっちか、レッツゴーピカブイか分かんないけどと多分一緒のテキストにしてあるはず。てかあと1枚まだ出てないな、これラスト3パックなんですよね。多分こっからもう1枚タッグチーム GX が出るはずだと思うんだけど、ニドラン、パラス、こういう、おおおお、これエリカのおもてなしは多分、あ、どうなんだろう、タッグチームの中で一番高いのこれなのかな。でもなんかこれ初動だと普通に6000円とかだった気がするんだけど、あ、少なくともサポートカードの中だと一番高いですよね。イラストワードがまずとんでもないから、まあ、僕もオタクなんでね、ちょっと着物を着てる黒髪の女の子には弱いということで、普
通に嬉しいですね。キングオブニドラン、あと1枚出るかな、なんかワンチャンあと1枚なんか何かしら出て、うわっキューうわっキューはい、ということでピカチュウ&ゼクロム GX なんとか1枚出たのでポケモンカードを引退せずに済みましたということで、いやでもさすがにね60パック買ったら 1枚は出るだろうと思ってた出なかったらガチで引退しました。いや出たからこそこうやってねネタにできるけど、まあ、ピカゼクは上のフルドライブでね150与えつつエネルギーを一気に加速できる上に、下のタックボルト GX でね前のポケモン200点、まあ、200点で基本的に気絶するんで気絶させつつ相手のベンチポケモン1匹にも170ダメージっていう、ちょうどカップ出てくる GX とかがね倒せるラインとかということで、まあ、夢のサイド4枚取りがしやすいみたいなことで、注目されてるカードですね。あ、ポケモン通信、あ、これいいんじゃない？この箱結構当たりでしょ？昨日のマジうんこみたいな箱に比べると全然強いんだけど。はい、ということでね、まあ、1箱目のめぼしいカードはここら辺でした。いや全然これ100点中でいくと僕的には多分85点ぐらいの開封内容はあると思うんだけど、ポケモン通信とかね必要パーツも抑えつつ、あの SR 以上のわけがなんかめちゃくちゃいいレアリティだったんで、あのカビゴン&イーブイもね、昨日あれだけ出たカビゴン&イーブイも出なかったんで、ちなみに女の子は大切に扱わないといけないのでエリカのおもてなしだけね、あのスリーブに入れました。真ん中行ったところで喉乾いたんでお茶飲みますわ、特茶。はい、ということでね、2箱目の30パックのやつもね開ける準備整いました。正直ね、あの1箱目が割と完成されてたから、これ以上開けて傷をつくのもどうかなと思うんですけど、ちょっとそこにね転がってたので、パックが転がってたので開けずにはいられないということで、正直何のためにパック開封してるかっていうと、もうドキドキワクワクを楽しむために開けてるみたいなとこありますよね。まあ、正直多分シングル買いの方がいいんですけど、なんかこのギャンブル感覚みたいな開ける瞬間のワクワクはパックを買わないことにはね楽しめない。まさきの解析はいいっすね。ということでね、はい、自分のスリルをお金を払って買ってるみたいな、まあ、そういうとこありますから。3パック終わっちゃったすげえ早い。やっぱカードについて話さないとサク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 2日連続でポケガ開封してるから、僕も話すことなくなって、たけしのガッツおじさんたけしのガッツ、自分のトラッシュにあるポケモンと気温エネルギーを、まあ、合計6枚ね相手に見せてから山札に戻して切るって、これどうなのか なんかサポートの効果としては、まあ、僕そのどっちかっていうとにわか寄りなんであんま分かんないですけど、効果としては弱そうな気がするんですけど、キャラクターのその SR は割と持っとくだけで、ね、あのイラスト度が高いので割と嬉しいっちゃ嬉しいけど、割と序盤でピーク使っちゃったね。あと個人的に、あとタッグチームが多分おそらくここから4枚出てくると思うんですけど、あの前の箱でイラスト違いのタッグチーム OLO あ早いぞ今回そうイラスト違いのタッグチームのあれが出てないので、あ出んのかな、なんか噂によると1箱から SR 以上とかが2枚出る箱とかも今回ぼちぼち見受けられてるらしいので、まあ、前からありましたけど、なんか今回はその比重がさらに大きくなってるんじゃないかみたいな説があるので、ちょっとまだ序盤なんでね、希望を捨てずに開封していこうと思います。オムスター、まあ、そういえば昨日じゃねえ、少し前に最近知名度をねぐんぐん上げてきてるタナッチ君って人とね、あのポケモンカードをして遊んだんですけど、で僕の家でやってたんで、まあ、一応ねカメラ回してたんだから、まあ、動画にしようと思えばできるし、対戦内容としてもめちゃくちゃ面白いのが撮れたんですけど、あの僕バカなんでその動画ファイルをあの消してしまうっていうね、頭が狂ってるので、なのでちょっと今めちゃくちゃ萎えてるので、ちょっとこのポケモンカード開封で、あ通信はいいね、何かいい結果が出て救われたいところである。リアルでの苗、心の穴を、カード開封の結果によりちょっと補填していくというか、さっき手が普通にスルーしましたけど、エリカのおもてなし出ましたね。これは多分1箱から1枚出るはずなんだよな、基本的には。出ない方が運が悪いんですけど、おいいねいいねいいね、このフィールドブラーのイラストかっけえから、いやブロー、いやうラッキーラッキーラッキー、ブローってなんか割とデッキに入りやすいカードだから、この持っとくだけ持っといて絶対損しないから、あとはこのイラストタイプのこだわりハチマキのイラストが欲しいなって感じなんだけど、テールかな、フュージュラ、カメル、トカゲ、インキャ、イワ、サナギ、ニドラン、化石、ブリザード、キングオブニドラン、
デブリュー、ヒトデ、サルラプラス、夏目の暗示。鬼の速度で開けてたからもう15パック開け終わったんだけど、いや欲を言うんだったらピカチュウ&ゼクロム、もう1枚は欲しかったよ、EV& カビゴン。あ、まあまあ、でもまあ60パック開けてるからそれは1枚ぐらいは出るかって感じか。この強いスターミー、人影、おそらくあと1枚、いやあと2枚か、最低あと2枚はタッグチーム GX 出るはずだから、そこでピカゼク、でもしくはゲンミミがもう1枚欲しい。ギャラディス、ムキムキパッティング、イラスト次第のタッグチーム GX、 これだけやって開けててなかなか出ないですね。あの昨日の開封の箱分も含めると、まあ、これ含めて全部で90パック開封してることになるんだけど、あのイラスト違いが出たのって、あのホエルを、コイキング&ホエルを、昨日投稿した動画のコイキング&ホエル王の1枚だけなんだけど、そんなに出にくいもんなのかな、まあ、それともシンプルに僕の運が悪くて全然、あ、リザードンいいっすね、4枚目出てきてないだけなんですかね。いやそう考えると割と出るもの、イラスト違いのやつの割と出るものだと仮定したら僕の運めちゃくちゃ悪くないか。こんだけ開けてて出ないってさ、普通に考えてやばくない？この世界の不幸を全部僕が吸収してるね、うん、この表現僕好きなんですけど、まあ、僕が尊敬するねアニメキャラクターに、あのルルシビ・ブリタニアっていうキャラクターがいるんですけど、なんか世界中の不幸っていうか、なんかそういう悪い気持ちみたいなのを己、平等を己に結びさせて、最終的に己が死ぬことで世界平和を目指すっていう、簡単に言うとそういうことを成し遂げるキャラクターなんですけど、僕の高校生時代の人格を形成したアニメの一つであるので、コードピカチュウ&ゼクロムそう、人格形成をしたアニメの一つであるので、なんかそういう思考を僕も受け継いでると。ピカゼクが2枚目出てくれたのはなんか普通に嬉しいな。よくわかんないんだけど、多分タッグチーム GX って、まあ、2体倒されたら負けなんですよ、サイドが3枚取られる関係上。なんで多分デッキに入れるとしても多分2枚か、多くても3枚とかになると思うから、まあ出てくれたのは嬉しいですね。ピカゼクは3エネないと動けないんですけど、3エネの加速方法としてはゼラオラのフルボルテージか、磁場コイル、マグネサーキットじゃない電撃サーキットみたいな、電撃サーキットみたいな磁場コイル入れるんですよ、キョン。そいつでエネ加速するのが一般的なのが、ちょっとまだ詳しい使い方は考えてないんですけど、まあ、ピカチュウ&ゼクロもね、僕使いたいなと思ってたんで、2枚出てくれたのは嬉しいですね。で、問題はあと1枚のタッグチーム GX で何が出るか。一番の希望は、ゲンミミ。マジで。声。いや、僕、ミミッキーもめちゃくちゃ好きなポケモンですからね。それで言ったら僕、ミミッキーのあの、等身大のぬいぐるみだけで4つぐらい買ってますから、うん、ここら辺になんか僕の思いに応えてくれといてもいいんじゃないですかね、ミミッキーさん。カメ、ガッツ、残り3パックですね。これから出てくるかどうか。来い、コダック、ペル、白竜、ラプラス。このパックから出なかった、残り2パック。コイキング、ヒトカゲ、エビハラ、おいで、じらしてくるね。これ最後の1パック。いや出るはずなんだよな、あと1枚 GX。 あれ出ないんだっけ。カモネギ、緑の玉、出なかった。何を言ってたんだ。なんか無駄な夢を見てたんだけど。はい、ということでね、2箱目ちょっと見ていこうと思いますけど、2箱目多分これちょっと弱いよな。あの100点満点中でいくと多分40点ぐらいの開封結果だと思うんだけど、あのピカセクとかまあ出てるから、あの GX 以上っていうかダブルレア以上のカードが4枚しか出てないのかな。だよな、ポケツ、モリオ、ムスター、あ、ですよね。ここカビゴン、ピカゼク、タケシのガッツ、コイキング&ホエローだから、いやちょっと弱いんだよ。やっぱ2個目開けた時点でこれであれで満足して動画としては終わっとくべきでした。いやでもただ神様は平等であるよということをこの動画をね通じて皆さんにお届けできたかなと思うので、ちょっと希望を捨てずに頑張っていただきたいというか、世界平和、ワールドピース、バイバイ。